さあここで23のビハインドで入ります。本日のポロポジション吉田マクドダリアラバビアチーム80ポイントで入ります。お待たせしました。セッターレディーゴー。そんなヘジないと思うな。さあ行けということでと、あっとこれは左サイド、こちらからもサイドを割ったように見えました。さあこれでお遊びは終わりだ。あとロングなら3つ必要なんですが、さあどうだ、これはしっかりと抑えてロング成功。さあまずは1本を入れました。時計は間もなく中間点を迎えます。31、30秒。さあ第3投目、さあこれもゆったりと落ち着いて持ってくる。さあこれもロングだ。さああと1本あればどうだっていうところなんですが、手元集計でもあと1本必要。16、15秒。さあ狙ってくるか、右サイド戻ってくる、見て見て見て、捉えました、ロングエリア。そして優勝は決定。ウィニングショット見せていただきましょう。3秒2秒1秒。あと見てよ見てよ、ビア見て見て見て、だーショットなんですが決まらなかった。さあだがしかし吉田マクドダリアラビアチーム決勝ラウンドは24ポイントを追加、合計は104ポイント。よって本日の優勝吉田マクドダリアラビアチームです。おめでとうございます。